こんにちは。今日はチェロの弦を変えていこうかなと思います。弦、いつのタイミングで変えればいいかなって迷うこともあると思うんですけれども、正直結構まあ怠惰なところがありましてですね、あんまり変えないんですよ。なんで今回変えようかなって思ったのは、ちょっとこう鳴りが悪かったり、なんか響きが良くないな、残響音が少ないなと思って、もともとこれ、まあ、別にいい楽器とかじゃないんですけども、買った時から少しこう残響音が少ないなと思ったり、あとは、まあ、割と普通に弾いてるつもりなんですけれども、弦にちょっとかすれちゃったりとかするんですよね。その残響音の鳴りとかが少し僕は変わった方がいいかなと思って変えようと思いました。まあ、ちょっとビフォーアフターもできるかな。まあ割としっかり弓を乗せてちょうどいいかなぐらいですね。ちょっとアーセンの残響音が少しちょっと少なすぎ、あまりにも鳴らなすぎなので、レーゼンもまあしっかり乗せれば鳴るんですけど、こんなに力入れなくてよくないっていうぐらいなので、まあこれを弦を変えてどうなるかっていうものをやっていきたいと思います。今回変える弦はこちらのイーヴァン・ピラッツィってやつかな。これはお世話になっている楽器屋さんからのおすすめで、まあ割とすごい鳴りますというような弦を紹介していただきました。まあそんなにパワフルに弾かなくても鳴りがいいというおすすめの弦をね、紹介していただいたので、今回はこの弦を貼っていきたいと思います。さて、では実際にこうね、弦を変えていこうと思うんですけれども、弦を変えるときに気をつけたいことがあります。弦楽器は、このようにね、全て張力、弦の張っている力で立っています。なので一気に全ての弦を変えようとしてしまうと駒が倒れてしまうんですね。でそれは一番やっちゃいけないことなので、弦は必ず1本ずつ変えていきます。でその時に僕が気にしていきたいのが2つですね。まず1つ目は駒の角度です。駒の角度って弦が引っ張られることによってどんどんこうペグの方に倒れていってしまうんですよ。なので駒がこの下のところですね、浮いているかどうかを常々チェックしながら調弦していきます。もう一つはついでになんですけれども、この下のアジャスターですね、下のアジャスターも同時に直していきたいと思います。日々調弦している時にネジを締めすぎてしまっていると遊びがなくなってしまうので、これも弦変える時に、まあ、一気に緩めてしまって調整する遊びを作りながらやっていきたいと思います。じゃあまずアーセンからやっていきましょう。まずは僕は下のネジのアジャスターを全部緩めちゃいます。全部というかだいたい5ミリぐらいあるといいかな。僕は下のネジの遊びは長い方が結構好みなので、これは調弦する時の各々のやり方だと思うんですけど、僕は少し上のペグの方で強めに張って調弦、微調整する時に下のアジャスターを緩めていくという形が少し楽なので、こういう形を取っていきたいと思います。ではアーセンからやっていきましょう。まずはアーセンを、全部緩めちゃいます。弦を緩めるときに、こう怪我をしちゃったりしないようにだけ気をつけましょう。これか。ここですね。下のとこにっていうふうに書いてあるんですけれども、それでアーセンとどの弦かなっていうのをチェックしてみます。このフェル、弦によってなんですけど、このちっちゃいフェルトがね、たまについてるので、これを弦に通してあげて、食い込み防止みたいなところですかね。食い込み防止と、あとは、余計な倍音がね、ならないようにっていうところですね。でまずは下のね、これボールエンドになってるんですけれども、このボールエンドをアジャスターのところに当てます。でまずは上の方、お裁縫と同じように針の穴に糸を通しますよね。あれと同じ要領です。下引っ掛けて、最初取れちゃうか。上のこのペグのね、穴に弦を入れていきます。
でここでポイントなのがペグを押し回しながらやってあげないとペグって緩んでいっちゃうんですよ。で特にチェロはペグが太いのでしっかりと押し込んであげないとすぐキュルキュルキュルって戻っていっちゃうんですよね。まず上のペグにストリングス入れました。そしたらさっきと同様に下のアジャスターのところにボールエンドをはめてあげます。で上が緩まんないように僕はこう結構ね三角形作っちゃうんですよね。三角形を作ってストリングスの張力を保ったままやっていきます。この時にアーセンはこのペグのね左側に沿うように今こう弦を止めている左手でこう横にね引っ張りながらやってあげると割と綺麗に通っていってくれると思います。まあ、この辺りはまずねなんとなくでいいので、でこの後ちょっとこう張力が弦の張力が出始めてから怖いと思うんですけれども、音を確認しながらですね、チューナーの必ずこうチューナーを出しながら確認していくことが大事です。で弦を切ってしまう一番の要因は今自分の弦がどの音の高さになっているのか知らずに巻き続けてしまってプチっていってしまうことがすごく多いんですね。なので必ず今自分の弦の音の高さがどこなのか、音の高さっていうのは、まあ、他の動画でも上げてた気がするんですけれどもアルファベット順になっています。で僕が今目指したいのはこのアーセンなので A のところですね。 A を目指していきたい。まず今どこにあるかっていうと、まあ、結構下の方ですね。 F とかアルファベット順なので DEFGA まで上げたいので、そこまで左手の親指で弾きながら音を上げていきます。で引っ張りながら大事なのは先ほどお話ししたみたいにコマですね。コマが斜めになっていないか、まあ割とちゃんと床に設置されてますね。これがキープされていたらコマが倒れることはありません。なので弦を引っ張りつつ音を上げて D E フラット F あと2つちょっと怖くなってくるかもしれないんですけれども、今 F シャープなので F シャープ G A まで上げることができます。その時点でこれアーセン切れることないです。アーセンが切れるというのはつまり A よりも上 B C まで行っちゃうところ切れる可能性あるんですけれども、 A に届いてない時点で切れるってことはまずないです。もしあったとしたら弦の不良品です。ほとんどないんですけれども、なのでアーセンに行くまではしっかり巻き続けてあげる。今 F シャープ G あと1音おお怖い、これカチッってなるんですけれども、一回カチッとかなって変な音がしたら怖い音がしたらコマ見てあげます。コマを見てまあそんなに床からは離れてないですよね。なのでそんな倒れることはないぞと。結構アコースティック楽器なので何かちょっとした角度の違いとか張力の違いでもカチッカチッとかパキッとか怖いとするんですよ。すごく僕も未だに怖いんですけれども、そういう音がしたら一回ちょっと手を止めて確認してあげる。今 F まで戻りました。 F シャープ G A フラットからの A よしいった、あ戻ってきちゃった。戻ってきちゃうのはペグの押し込みが弱いからなので、よいしょしっかりと楽器の方に押してあげる。 F シャープ G A フラットあと半音 A に行った、あ緩んできたな、もっとか、結構大変これ。A フラット A 結構こうやって声に出しちゃうと分かりやすいかもしれないですね。あ緩むな。絶対にこの音を出しながらっていうのをキープしてください。そうしないと弦切れちゃうので。 F シャープよいしょ。D 線も同じく今度は右上のペグですね。右腕のペグに弦を入れて押し込みながらね行ってあげると、よいし。チェロはペグが太いからやっぱ緩みやすいんですね。バイオリンはねそんなことないんだけど、これがちょっとチェロの大変なところの一つかな。
ってきました。OK。結構張り立ての弦って緩みやすいんです。伸びきっていないので弦が。なので少しちょっと高めに調整してあげてから僕は緩めたりしてます。今回の弦も全部切れているわけじゃないので、もしかしたらね、この今変えてる弦が切れてしまった場合に予備として使えることもあるので、ゲーセンあたりから急にこう弦が太くなるので、なんかねタイウンタイウンしてくるんですよね。レールに沿っていけると微調整していってあげるですね。方向を調整しておいてあげる。こうやって張力をね、右手の親指でキープしながら巻き始めます。下の駒の溝のところに合わせてあげるとずれないので、それをこうやっぱりね張力なんですよ。で今アーセン、レーセン、ゲーセン3本目まで来たので、逐一駒の角度を確認しながらいきましょう。うん、まだしっかり床についてくれているので大丈夫かな。この時に、駒をね絶対に見ましょう。駒を夢中になってね回しちゃうと駒バタンっていっちゃうので、アーセン確認する時もしっかり見てあげる。ゲーは優秀。最後に正線緩めます。ペグって結構今ねアーセンがすごく調子悪くて緩みまくっちゃってるじゃないですか。でペグコンポジションって言って、こうペグを緩めるやつはあるんですよ。でもこうペグをね固く閉じ、なんだろうな、締めるってやつはないので、まあ、固く締めちゃうとね、もう次チューニングできなくなっちゃうので、それは良くないからペグを締めるってやつはないんだけれども、アナログですよね。もう押し込めるしかないんですよ。押し込んでどん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 こう締めてあげるしかないので、ちょっとねアーセンだけ後で頑張るしかないかな。最後チェーセンいきます。この時にこうね、こう糸真ん中に入れてから外側にやってるの分かります。でチェーセンは一番端っこなので、端っこにストリングスを右手で動かしながらやってあげると、まあ、巻き終わった後に、ね、結構綺麗になるんですよね。でまた三角形作って張力を止めてあげます。で徐々にストリングスにテンションがかかっていったら、徐々に徐々にこう右手を外してあげます。さあ最後チェーセンの前に一回コマを確認します。このコマ確認ね結構大事。ちょっと浮いてきてる、もう1ミリにもいかないけど、ほんのちょっと浮いてる気がするので手で引っ張って直します。ほんのちょっと、うん、これだけ。この心配がなくなるだけでね全然違うんですよね。よし、で問題児のアーセンだ。一回一回ちょっとパキッと音がするとね怖いから、コマを見て、コマ大丈夫、他のストリングスも平気、アーセンだけだ頑張ってくれ。アーセンゲー、ロハンキリキリいってるな。コマ確認しましょう。キリキリって怖いから確認。OK。だいたいこう最初1週間ぐらいは弦もまだ馴染んでいないので、すぐに緩んでいっちゃうんですよ。なのでちょっと高めに設定してあげた方が良きです。でもまた下がってきた。少し高め。よし、まあなんとなく整ってきたので、最後は弓で弾いてチェックしていきます。アーセン、ゲーレセン、微調整したで、すごく引っかかりもしなりますね。
った、まあ、あとはねこう弦が馴染むまでの辛抱かなと思うので、まあ大体1週間ぐらいは弦がまだ伸びきってないので調弦するたびに音が低くなってるはずなので、この低くなってるのをちま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 直してあげると、まあ大体1週間ちょいぐらいで安定してくると思うので、まあ辛抱強くやってみるといいかなと思います。弦を変えるときにポイントなのは必ず音を出しながら巻いてあげること、ね、この回すのに夢中になって音を出さないで現在地が分からなくなってしまって切ってしまうのがすごく多いので、必ず音を出しながらチェックしてみてください。今回はチェロの弦を変えるという動画をお届けしてみました。まあいろんな弦があるので、まあ、ちょっと気分でね変えてみ、まあ、コストは割とかかると思うんだけれども、気になる弦とかあってみたらちょっとやってみてください。ではまた、この動画でお会いしましょう。